ちょっとビオトープみんなでやってる池なんか そこの排水溝からつながってるこの水路ね、排水だね、川から取水してそれを排水してここ通ってまた川に戻るっていうそういう循環になってるんだけど、今日すごい発見しまして、みんなで興奮しててさ、これちょっとごめんね、撮るね、はいはい、ごめんね、 1,2,3,4,5,5匹だじゃん、5匹いた、まあ上の方にも6匹、7匹、10匹ぐらいいるんだけど、これね、分かる人は分かるけど、川にな、川になって書い、これがどうしたってね、ホタルがこれを食べるのよ、ホタルが。でここで10年20年ぐらいみんなでやってて、俺は2、3年ぐらいから参加して、もう2、30年やってる人でもこいつがいること知らなくて、今日自生してるのを発覚して、実は本流の川の方で川になとホタルの幼虫をね放流したのね。でその数日後ここでこの水路で自生してたのよ。ここに巻いたところからここに来るはずがないのね。それがここに自然といたわけさ。いや、もしかしたら下流ね、流れてきてその下流のところから登ってきたのかもしれない。うん、わかんないけど、まあこれで戻しといて、もしかするとここホタルがいるかもしれないのさ。ね、ホタル。いやー、ちょっとワクワクしてきたね。ホタルいたら、ホタルの里としてさ、ここ青森市のホタルの里、ホタルの聖地としてさ、人がいっぱい集まるかもしれない。すごい楽しみ。あ、ちょっと興奮してきたホタルね、撮影できるかどうかがねけど、撮影できたらね動画にしてみようと思うんで、まあできない可能性の方が高いけども、まあ楽しみにしといて。